胃がんの件でなーって話になって、18番って話なんですけど、いつも48番って言ってる、これ18番だって、女性は16番だって話なんです。ダメなんです、これじゃ。いや、凍結量いいんですけど、なぜならば、青森県は、胃がんの発生率が一番高い県なんですよ。一番高い県ってことは、一番検視を受けなくちゃいけない県なんですよ、ここは。 上から3分の1ぐらいで、今って言ったらダメなんですね。それに引き換え、山形と宮城は東北の1位ですけど、全国の1位ですから、だいたい15%ぐらい違うんですよ。パーセントで。例えば、ここは青森で40.77の場合、山形は57.2ですから。素晴らしいです、この2つの県は。だから、これに負けていない。東北で一番検診率、がんの検診が一番低いのは青森県。 で、これ普通の検診を見ますと、まあ、これも宮城と山形はトップ争いしてるんですけども、青森は長野は9位と7位なんですけど、青森はぐーっと一つ降りて39位と31位っていう、これは普通の検診です。がん検診以外の検診、どんくも含みます。学校でやったら、職場でやったら、市町村でやったら、これ全部含んだ国民生活基礎調査というやつのデータなんですけど、普通の検診悪いです。東北では断トツで悪いです。 なんとかしなくてはいけません。まあ、これはちょっと飛ばします。もう一つは青森の人は病院に受診するのが遅いのかというのがありますけども、これ一番わかりやすいのはこの糖尿病の3大合併症の2つなんですけども、まあ、網膜症、目が見えない、腎症、おしっこ出ない、神経障害、ビリメ、この3大合併症の割合が青森だと高いんですよ、全国より。これは、県で調査してるんですけど。ということはですね、 がんもそうです。脳卒中もそうですけども、病院に行った時もすでにちょっと進んでるんですよ。行くのがちょっと遅いっていうことです。で、糖尿病の場合には、ちゃんと通ってないってことも恐らく言えます。ということなんですね。つまり皆さん、こういうことなんですよ。もう一回まとめますけど、青森県は生活習慣、お酒、タバコ、肥満、これ悪い。で、肥満の場合は運動と食事ですから。それから検診をちゃんと受診してない。 病院に行き方が悪い、通院の仕方も悪い、まあ、最初に言いましたけど、この5つなんですね。で、自殺ももちろん悪いんですけども、まあ、これはいろんな検査の仕方があるんです。2010年は青森県はワースト2位と10位という悪いです。自殺の場合は意外と若い人が亡くなりますので、寿命に響きます。数は少ないですけど、寿命に響きます。これも寿命と関係ある。 で、少しだけがんの話をしますけども、よくがんは巻きだ、こちらでもがん巻きって言いますか、巻きってなんて、がん巻きってことがあると言いますね。まあ、家族性であると、遺伝子不全で。で、よく言われるんですね、がん巻きだなって。ところがですね、がん巻きというのは全く否定はできないんですけども、こういう調査があるんですよ。スウェーデンとか、 デンマークとかフィンランドってあっちの方ありますね、北欧。あそこで双子を追跡した例なら双子。で、双子には2つありまして、一卵性双生児と二卵性双生児があるんですけど、一卵性双生児って全く遺伝子が同じなんですよ。全く、ウリ2つ。顔そっくりですね。二卵性双生児っていうのは、たまたま生まれた兄弟みたいなもんなんですよ。一緒に生まれたけど兄弟みたいな。だから、双子親からもらってるから遺伝子大体半分ぐらい一緒だろう。 だったら、この2つでは何が何かが違うんじゃないかと、を比較したんですね。で、一卵性は全く DNA が同じだから、同じがんで死ぬ確率高いんじゃないかと。半分の人よりも。こういうことで計算したらですね、大体8割方は関係ない。つまり、遺伝以外の要素。というのは、まあ、同じような生活習慣、生活習慣で影響されるんだということ。あとの2割は一応、 まあ、遺伝じゃないけども、体質的な問題だろうということなんですね。ところがですね、これを見ますと、ハワイに白人がおられます。ハワイの日系人、まあ、どちらかと沖縄人が多いらしいんですけど、この大阪の日本人、胃がんというものは圧倒的にこの時代、これ今から20年前ですけども、日本の方がハワイ白人に多いんですけど、日系人になりますと、どんどん引きついてきて、ほとんど同じになります。3世、4世、5世になりました。
他の病気も一緒なんですよ。ハワイとかアメリカの西海岸とか、あるいはブラジルとか行きますと、ほとんどそれと同じ病気になってしまいます。ということは、これは生まれ持ったものというよりも、やっぱり育った環境とか食事とか、そういったものが、やはりがんにも他の病気も影響するということなんですね。ということは逆に言うと、我々の努力次第ではある程度予防できるよということなんですね。ある程度は。で、がんの原因はいろいろ言われてますけども、まあ、そんなこともよく分かったわけではありません。まあ、例えば体をよく動かすと、結腸がん、大腸がんになりづらいという、まあ、唯一確実だと言われてですね。それから果物とか野菜を取ると、まあ、口のがんとか食道がんとか胃がんとか大腸がんになりづらい。体を動かすと乳がんになりづらい。まあ、この確実、可能性大ぐらいまではまあ一応そうかなと。ところが肥満は食道がんとかでもすごく悪い。飲酒は口のがんとかまあ悪い。それから塩漬けはその胃がんに悪い。熱い食べ物を食べればその食道がんに悪い。まあ、よく言われていることが大体世界的に見ても確実と言われています。これにはもちろんタバコ、それから感染ですね。ピロリ菌とか。アスベスト含まれてますが、これも確実ですから。こういったものが何と関係あると言われています。まあ、先ほど言いましたように、太りすぎとか、タバコとか、お酒、堂々とやっぱり癌に関係がある。いや、太って癌に関係あるのかみたいな。太った人よりも痩せた人が癌に多いんじゃないかなって思うでしょうけども、それは癌になったから痩せてるんじゃなくて、やっぱり、申し訳ないです。そういう観点まで言っちゃって。あれですね、太った人がやっぱがんになりやすいっていうのもだんだん分かってきまして、特に乳がん、子宮体がん、それから食道腺がんっていうんですけど、そういったものは明らかに悪いということです。まあ、もうちょっと考えれば、太れば糖尿病になりますね。糖尿病って明らかにがんになりやすいです。なぜならば、糖尿病でほっとけば、動脈硬化がどんどん進んで、いわゆる年を取っていく。小より以上に年を取っていくということですね。だからまあ、それを考えてもやっぱり肥満というのは良くないだろうと思います。ということで、もう一つもないんですけど、皆さん、まとめなんですけども、これは死亡率です。上に行けば死亡率が上がる。